フィギュアスケート男子の五輪2連覇王者で、プロスケーターの羽生結弦さんが1日、初のツアーとなる、結弦羽生アイスストーリーセカンド RE アンダーバープレイツアーの開催を発表した。羽生結弦単独公演としては第3弾となる。1日11時11分という、1、並びのこだわりのタイミングで発表された。出演、制作総指揮は羽生結弦さんで、今回も羽生結弦さん自身が物語を執筆しているという。演出は三木子氏が担当し、23年から24年にかけて、全国3カ所、埼玉、佐賀、横浜での開催を予定している。リリース文には、希代のスケーターが、希代の演出家と再び手を組む。そんな夢のタッグが、もう一度実現。映像と身体表現を融合させたパフォーマンスで物語が紡がれます、と書かれている。羽生結弦さんのコメントは次の通り。みきこ先生や大切な皆さんと一緒に、また作り上げていく機会をいただき、本当に嬉しいです。この RE アンダーバープレイには、自分の経験の中で大きな要素であるゲームの世界からの倫理観や価値観も入っています。たった1回しかない命、繰り返しできるゲーム、相反している2つの中で、それぞれでしか見つけられない大切なことがたくさんあると思っています。どちらの大切なことも、言葉たちとスケートに託していきます。見てくださる方の中で考えて、過去が消化されたり、考えすぎて逆に悩みが増えることもあるかもしれません。正解が一つではない問いの中で、そして、一度として同じにならない空間とスケートと演出で、見てくださる方、一人一人の中にしか生まれない世界の色を、感じていただければと思います。正しさも、間違いも、悲しみも、孤独も、祈りも、自分の魂を込めて、言葉たちとスケートで紡がせていただきます。演出を担当する三木子氏のコメントは次の通り。ギフトの本番を見ながら、今まで見たことのなかったジャンルの表現が、ここ日本で生まれた喜びと、もっともっと書きたいという欲望で胸がいっぱいになりました。まだ見たことのない景色にたどり着くために遠くに見えるかすかな光を目指して、ただひたすら祈りながら進み続ける。たくさんの選択肢の中から選んだこの道が、自分だけの物語になっていく。羽生結弦くんの紡ぐ言葉たちと、彼にしか書けない表現に、お客様の人生が重なって初めてこの作品は完成します。羽生結弦の表現に触れられることは、きっとこの時代を頑張って生きている私たちへのご褒美です。再びのこの機会に感謝して、大切に大切に作ってまいります。日時、会場、23年11月4、5日埼玉スーパーアリーナ。24年1月開催、日程は後日発表、佐賀サンライズアリーナ。24年2月開催、日程は後日発表、ピアアリーナ MM。羽生結弦さん、魂を込めて、言葉たちとスケートで紡がせていただきます。11月から初のツアー、RE アンダーバープレイ。フィギュアスケート男子で2014年ソチ、18年ピョンチャン五輪を連覇し昨年7月にプロ転向した羽生結弦さんが1日、初のツアー、結弦羽生アイスストーリーセカンド、RE アンダーバープレイ、ツアーの開催を発表した。11月4日に埼玉スーパーアリーナでスタート。2024年1月に佐賀、佐賀サンライズアリーナ。2月に神奈川、ピアアリーナ MM で開催。羽生結弦さん単独公演の第3弾で、制作総指揮も務め、ギフトに続いて物語を執筆。三木子氏が前回に引き続き演出を担当する。羽生結弦さんは、三木子先生や大切な皆さんと一緒に、また作り上げていく機会をいただき、本当に嬉しいです。この RE アンダーバープレイには、自分の経験の中で大きな要素であるゲームの世界からの倫理観や価値観も入っています。たった1回しかない命、繰り返しできるゲーム、相反している2つの中で、それぞれでしか見つけられない大切なことがたくさんあると思っています。どちらの大切なことも、言葉たちとスケートに託していきます。見てくださる方の中で考えて、過去が消化されたり、考えすぎて逆に悩みが増えることもあるかもしれません。正解が一つではない問いの中で、そして、一度として同じにならない空間とスケートと演出で、見てくださる方、一人一人の中にしか生まれない世界の色を、感じていただければと思います。正しさも、間違いも、悲しみも、
孤独も、祈りも、自分の魂を込めて、言葉たちとスケートで紡がせていただきます、とコメント。ミキコ氏は、ギフトの本番を見ながら、今まで見たことのなかったジャンルの表現が、ここ日本で生まれた喜びと、もっともっと書きたいという欲望で胸がいっぱいになりました。まだ見たことのない景色にたどり着くために遠くに見えるかすかな光を目指して、ただひたすら祈りながら進み続ける。たくさんの選択肢の中から選んだこの道が、自分だけの物語になっていく。羽生結弦くんの紡ぐ言葉たちと、彼にしか書けない表現に、お客様の人生が重なって初めてこの作品は完成します。羽生結弦の表現に触れられることは、きっとこの時代を頑張って生きている私たちへのご褒美です。再びのこの機会に感謝して、大切に大切に作ってまいります、とメッセージを寄せた。